週も、8時になりましたので、金曜日の定例配信会、始めたいと思います。よろしくお願いいたします。毎週の通り、21時頃から、四季の細道、ミニ大会ですね、よく予定しております。それまでは、野試合の様子を放送いたしますので、ごゆっくりお楽しみください。それでは今週もよろしくお願いいたします。Ah!
Thank you.
Fight!
We
Round 2, fight!
Fight! 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 F
い。波動拳、波動拳、波動拳、波動拳。
Thank you.
Yeah!
ぱあ、すいま、あ、あ、あ入ってます？あ、あこんばんは、セロテープです。じゃあ第78回四季の細道始めたいと思います。よろしくお願いします。はい、どうもこんばんは、スーです。セロさんがちょっと最初から試合ということで僕がとりあえず開幕はマイクを持ちます。さあ最初の試合はセロさんとウネ君、これはセロさんがガイル、はい、でウネ君がリュウ。さあ開幕竜巻がぶち当たっていろんな技が光りまくるが、なんかウネリュウペースだぞ。さあ波動とソニックの打ち合いになって、ここからセロガエル体力を取り戻せるか。裏剣が当たらない。竜巻から大昇竜、空達はサマーで落とされてソニックを重ねて、さあいろんな技が交錯し合うよ。ファイヤー食らって残り一発、竜巻は付き合わない。最後は大足が相打ちになって一本目はうね竜。さあ開幕波動とソニックの打ち合い、ファイヤーが当たって竜巻はガード、しかし返せないこの辺は経験しか。さあうね竜が大昇竜、ダブルサマーカス当たりだが攪拌なし。さあうね竜が画面端を背負う形になっている。シンクが使って投げるが体力が減らない。昇竜が当たる。さあ今度はセロガイルが画面端を背負って厳しい状況サマーが昇竜に負ける。勝ったのはうね竜。さあ次はエクスパーさんということで、はい、マイクセロさんに代わってもらいます。セロレフさん頑張りました、頑張りましたが及びませんでした。さあワンピー側2人目、まあ、そこ3人目はエクスパーさんの竜ですね。最近オレンジの竜を見たらエクスパーさん思い出さずにはいられないような、かなり独特の動きで。さあオレンジの竜がエクスパー、水色の竜がうね竜。シンク使っていくが、これはガード。体力若干リードしているのはワンピー側。おっと、ダイヤシ入ってシンク使わせて、さらに竜巻が当たる。大勝利置いたって投げて、シンク持っているのはエクスパーの方だったので、ちょっとこれはなすべなしといった感じが。竜巻かなり端まで追っかけた。さあ体力がないぞ。最後も竜巻が置いてある。がまたマイクを持ちます。さあ4人目入ってくるのは友田さんの竜。最近やってるとさっき言っておりましたが、さあ体力リードはエクスパー竜。
ファイヤーが当たってこっから逆転。おお、中足が通って真空重ねて、これで分からなくなったぞ。飛びが通る。1本目は友澤龍。開幕エクスパーさんはやはりバックジャンプ、竜巻に波動が当たって、さあ波動の打ち合いっぽくなっている。飛びがさっきからちょくちょく当たってますね。そしてこの竜巻、なぜか当たる竜巻。真空はガード。さあここまでエクスパー龍パーフェクト。こっから先ほどは逆転があったがどうなるか。真空は削りに使う。しゃがみ大パン大君残り一発、これはきつい。さあ11取り返して3本目、開幕前飛びをしゃがみ大パンで落とす。さあ波動の打ち合い、空達が空達で飛び交って、飛びが通るがその後がつながらない。さあ真空ガード、友澤龍ここから逆転していきたい。飛びが通る、エクスパーさんの飛びが鋭い、また通りそうになる。空対空してるのはエクスパー、そして垂直大パンが当たり真空も吐かせた。これは盤石でしょう。さあエクスパー龍が2連勝して、次は師匠さんがバイソン。さあエクスパー龍バイソン戦がどうなのかちょっとあんまり印象がないんですが、ヘッドの手が失敗してしまう。めくり竜巻が当たる、今度はガード。さあバイソンもゲージが溜まれば一気に飛びが通る。竜巻はしっかりしゃがみ大パンでとがめるが、昇龍が当たってしまう。お互いゲージを持っている状況で、あーっと離したところが大キックで潰されてしまう。しかしゴチゴチから、おーっと、さあ真空にお迎えしてエクスパーさんノリノリですね。さあ2本目、ヘッドが抜けるタイミングが難しい。しゃがみぐらいしてしまう。半分持ってかれて、バイソンはまだゲージが溜まりそうにない。これは厳しいか。波動モードで、さあゲージが欲しいが溜まったが、早速真空をぶっ放す。さあ2発、これはちょっと安い。ヘッドを重ねて、こっから逆転あるか。角でバッカラン殺しをしている形。さあ2発目がもう溜まっているが潰す。さあエクスパー龍が連勝。ここで来ました。これもう田村さんって呼んじゃっていいのかな。名前ネームプレートも田村になってるけど。さあ1人目からザンギ。これはエクスパー龍の連勝、ここで止めに行きたい。ダブラリが当たる。さあコパコパ大足、画面端から抜け出せるか、抜け出せそうにない。そしてパイル、受け身はしっかり。しかし依然画面端を背負っている状況。竜巻はしっかり落とすが勝利を食らってしまう。さあ画面端からやっと抜け出したが、まあ、この体力ならまだお互いわからない。ダブラリが当たる、なぜそこでピーラリを出している。シンク食らってしまう。これは大足重ねを食らって、1本目はエクスパー龍。さあこれはちょっと田村さんとしては、おっと竜巻で突っ込んでしまう。コパコパ大足。さあタクが通りまくる、もう体力がない。我慢してダブラリで対空。2本目は田村さんがパーフェクト。このまま勢いでいってしまうか。さあもう画面端にいっている。しかしファイヤーで押し返した、これはでかい。ショーキックで飛んでくる。
さあじりじりとした展開くらいパイル、しかし受け身はしっかり取っている。さあ画面端中昇龍が当たって真空はガード、まあ、これはガードでいいでしょうというところでダブラリが出ない。おっと小キックが通ってしまって、なんとエクスパーさんが止まらない。ここで出てくるのは中島さん、サブキャラの本田で止めに行く。さあ開幕頭突きガード、しかし飛びが通ってあっという間に画面端、波動波動で空対空、大勝利が使ってさあ竜巻で無理やり画面端から抜け出す。しかし反対側の画面端が近い、あまり解説になっていない。さあ飛びから大いちょうが入って、コパン大いちょう、さあ圧殺していく中島本田。さあ歩いて画面端、エクスパーさん自ら下がっていってますね。さあ飛びから竜巻、なんだこれは、垂直で避けて、さあ竜巻大好き、そして百貫は空対空して波動がいつ飛んでくるかがちょっと読めない。真空ガード、しかしこっからいけるか、なかなかちょっと前に寄れない。さあ飛びを通して昇龍が当たってしまう、百貫で避けるがこれは死にかく。さあ先ほどから1-1になって、このままエクスパーさんが取ってしまうという展開が多いが、開幕頭突きが当たって百貫ガード、頭突きが当たる、すごいプレッシャーだ。張り手張り手ですでに6割持ってっている。さあ画面端から抜け出すが頭突きが相打ち、これは痛い。さあエクスパーニューゲージもない。おっと波動を踏ませてここから押し返せるか。さあ波動が打ちづらい、真空を避けて大いちょう、これは死んだ。さあ中島本田が止める、そして僕です、行ってきます。こんばんは、川下ですよ。皆さんお元気ですか。さあ中島本田が勝ちまして、次はスー、ダルシムスカイのスーですね、の竜。さあ竜本田、本田側かなり難しい部類に入ります。さあ竜側は適当に波動をしてるだけで、本田はもう避けるのだけでね、かなり精一杯になるんですね。その上で真空なんか持たれた時にはね、もうかなり自利品になると。ホンダはいかにプレッシャーをかけて竜を、そうですね、画面端に持ってってワンチャンで殺すか、はめきれず。さあこの状況からでも竜は全然有利ですね。さあ画面端難しい、ワンチャンで死ぬぞ。バックジャンプ、ライキック。さあ中島本田が詰めるところを詰められずに持ってかれてしまった。さあスー君は普段 S 流使ってるんですが、今日は X 流ですね。さあ波動拳、さあっとあそこなんかね確定してたポイントですが、ちょっと怖がって逃してしまいました。さあこのラウンドは本田が押している。さあスパコンも溜まっている。さあ波動を浮かすには打てません。さあ暗い大いちょうできず。さあ昇龍カス当たりだが真空止まったぞ。さあバックジャンプ大キック強い。さあ前ジャンプ、しかしここは待っていた中島本田が取り返す。さあ1-1になって、さあどうでしょうか、いい勝負ですね。ああ波動を当たってしまう。ホンダのジャンプがねかなり遅くて、もう他のガイルとかはもうジャンプがすごい速いんでね、地上から空
空中に行くモーションがほとんどないんでね。ホンダなんかもうそれと同じ感じで飛ぶと弱波動でさ引っかかるんじゃねえかぐらいの感じです。お百貨あるよ。あお百貨百貨が勝利。スーが暴れ続けたところ、最後の最後昇竜が噛み合う。さあ中島さんが、2勝だった、あ1勝かな。さあハックンのキャミー、さあハクキャミー、さあ数竜対ハクキャミー。さあ先ほどから竜のバックジャンプ大キックかなり機能していますね。さあフーリガンを空中で吸って、さああの技いい技ですねフーリガンね。さあフーリガン行くと見せかけて歩いてみたが、ここはスパコンがフルヒット、フルヒットではないがめくりは助かった。さあ今のはスー君助かった感じですね。さあズカズカ歩いてって大怪しい。さあ歩いて投げ、さあコパンからコパコパフーリガンですね。さあよく今のはしゃがみアッパで返しましたね。さあうまいフーリガンドンピシャ。さあ昇竜拳スカッタが何も起きず、さあフーリガン波動に噛み合ったところで、さあキャミーが取り返す。さあ3本目はどうなる。さあ開幕ファイヤー波動、波動拳波動拳。さあなんとかキャミーは波動をやり過ごして間合いを詰めていきたい。さああれ踏みそうで踏まないですね、キャミーのジャンプふんわりしてるんで。さあ台足使って今のは投げに行けたかな。さあ今のは波動確定。さあ数竜が2勝。さあマイク変わりましてセロテープです。連勝しているスーさんに入るのは 2P 側カワシム DJ。 カワシム DJ の流線はなかなかいやらしい感じ。さあ昇竜当たるが結構安い。 DJ に根元で昇竜当てようと思うと結構踏み込まないとね、足先とか蹴ってると安い昇竜にしかならないんで。さあがこのラウンドは数竜がかなりいい感じ。さあ真空持った状態でかなり追い詰めている。大足いい大足からの波動重ねで1ラウンド目取ったのは数竜。さあ開幕スライディング、さあ球が出ていない。さあこのラウンドは球だけでカワシム DJ がほぼ半分持っていっている。さあだがスーもじっくりいって大きいダメージはもらっていないんだが、さあようやくファイヤー入って、さあ怖い間合い大K一発で終わりそうです。この間合いは竜側もちょっと波動打つの勇気いる。ここまで離れると大丈夫なんですが、さあ真空使っていく、時間がない。さあじっくりいったが取り返す時間がなかった。さあ3ラウンド目、このラウンドもさあジャンプ台系ダイヤスタイク、おっと投げしけのダイゴスから4ヒット、なかなか竜のいいところが出ている。さあ釣られた形、ジャックまで入って勝ったのはカワシム DJ。 さあ続いて 1P 側が、モツブランカ。さあダイスラにソバットが入って、
スラ返し。さあ DJ の小技、おっと裏回りからのロッククラッシュでピュアせて1ラウンド目取ったのはモスブランカ。開幕ジャックからさあ踏み込みスライディング、スラが入って、おっと変な当たり方、裏当てソバット、これには当てた本人もびっくり。ブランカ横幅は大きいですが今の当たり方初めて見ました。さあジェノサイドモードが切り返してマシンガンで削りに行く。さあゼロロット、コパンガードさせたがまだ逃げている。最後はジャック、ソバット当たって、さあソバット当てて、おっと中足スラ対空、バックスラッシュ、バックステップで一瞬避けたんですが一曲当たって勝ったのは川島の DJ。続いて 1P 側が千本さんのベガですね。他の勢は結構ベガ使うの好きな人多いですね。投げて受け身ないところに、おっと投げる正面はガード、ヘッドプレス、スカルダイバー上り中継、4段入れてまずは千本ベガが1本取っていく。正面投げて中足対空めくりが入る、おっと安いがピョっている。正面三段入れてあっという間に1ラウンド取り返す。上り系正面四段入って地上から、おっとちょっと安かったが最後は低めのジャンプ中継入って勝ったのは千本ベガ。さあ、千本ベガ対、破天荒さんの竜ですね。さあ、リュウベガも結構難しいですね、ベガが。さあ、しかし、ベガはワンチャンあるんでね。簡単。さあ、投げと見せかけて、しゃがみ中足。さあ、カニの大キックで、波動対有志。さあ、歩いて投げる。さあ、ステージが。ダルスリムステージなので足が速い速い。さあバックジャンプ噛み合ったが高い。さあ投げ返してシューゴスから超流拳、ここはしっかり出ましたね。さあ破天荒さん対千本ベガ、さあ 1-1 ですね。さあスカシから投げ、さあバックジャンプ、さあベガはなんとかカニでちょっと体力を奪っておいてからのワンチャンで殺したい。さあ投げられてしまう、中ゴスからこれはきついバックジャンプしかしないぞ、波動拳これは見えない。さあ破天荒さんの竜が千本くんのベガを倒して、次は AFOFO ですね。
さあ久しぶりに F4 君がはるばる四季まで遊びに来てくれました。さてキャラは、お、今流行りのザンギですねさあ A4 ザンギ、さあパンツが赤いので S ザンギですねこれね。さあ A4 くんのザンギはかなりのレベルです。さあレベル50ぐらいでしょうかね。あ、もっとあるかもしれないです。さあ中ゴス、さあこれは死なない。浮き攻めはいかず。さあ歩きライアシ相打ち、これは悪くない。さあ、あー迷った、対空迷った。さあドロップキック、さあ A4 ザンギエフ、なんかいいですね A4 ザンギエフ、かっこいいですね。さあちゃんと5パンで落としましたね今。あれ中パンとかだと間に合わない場合に裏に抜けてってしまって、で今の上にいる状態でね、あーここは弾きスクリュー。さあ表情一つ変えない A4 さあ次はなんと瀬尾くんですねさあザンギとしてはベガーが嬉しいかなしかしガイルここは冷酷なガイルでした。さあセオガイル対 A4 ザンギ、 S ザンギですね。さあこれはワンチャンあるのかな。さあ一回転べば分かんないぞ。さあこの前やばいよ、お、ちゃんとしゃがみくらいしてますね。セオくん大丈夫ですかさあ A4 のプレッシャーが半端ないのか、対空をちょっと間違えたら死んでしまった。あっとピオル間に合わず、あさあ A4 ザンギエフ、さあサブキャラのガイル、セオくんのガイルですね、倒しましたね。さあその辺のサブキャラのガイルになんか負けねえよと。さあなぜか機械さんのネームプレートがついているぞ。機械ガイルなのかこれは。さあ顔は見たことがあるような気がしますが、さあ茶色いガイルは間違いなく機械ガイルなのか。さあソニックソニック、さあしかしこの立ち回りは機械さんじゃないんじゃないのか。さあこれは A4 のプレッシャーに勝てるのか。おお、ちゃんとしゃがみくらいサマーで返しましたね。さあソニックブーム、ソニックブーム、向こう行け向こう行け。シューキックはワンチャンね、ダイヤスと噛み合うと危ないんですが、まあでも全部ソニックというわけにはいかない。さあサマーで落とした。さああとは対空相打ちでいいから全部落とそう。では、はい、終了。さあ、これがガイル対ザンギですね。さあ、あのきつい球の球と長い足の中をかいくぐってザンギを触りに行く。さあ、影縫いから飛びが入って、しかしちょっと遠い。おー、ここはちゃんと返す。さあ、裏剣相打ち。あっ、あぶねー、すげえな、ニーマズーカよく返した。さあ大キック対空、さあ裏剣、あー0ノット1ノット1ノットですね。なんと A4 ザンギまくり3連勝。さあ次はケンさんかな。さあケンさん A4 ザンギ強いんですけど、ちなみに S ザンギですね。さあケンさん何かな。おお、リュウ、これは A4 君としてはありがたいかな。さあケンさんのリュウ対 A4 の S ザンギ、
さあやはりケンさんうまいですね立ち回りが。さあ A4 君もちょっと肌で感じたのか弾きスクリュー。さあ前の牽制が絶妙。しゃがみコパンうまいな、よく返すわ。さあちょっと待ってスクリュー。さあ A4S 残儀強いぞ。おっと弾きスクリューが俗に青サイダイパンに化けましたね。さあケンさんは波動をなかなか打つチャンスがない。さあジャンプ大キックから投げ、ああ死か。しかしこれは削りで終わる。あーなんとしゃがみ中キック、壊し、しゃがみ小キックからスクリュー、タイミングが合わずスクリューが入る。さあ A4 残儀が 4連勝かな。さあ次はロード君のリュー。さあ A4 残儀がうまい。さあロード君どうなのかな、これは。さあステージがねインドなんで、うわーうめえなあれ。俺が真似すると多分バニシングになってますね。さあ壊し影縫いからのスクリュー。さあ弾いている。全部スクリューなのか。着地にドンピシャでスクリュー。さあロード君はなすべもなく。さあ A4S 残儀5連勝で迎えるのはなんとセロテープ、なぜか、ホンダにカーソル合わせているが、ホンダなんか使えませんこの人。さあおなじみの緑色の残儀フはセロテープ残儀。さあ A4 対セロテープ、さあ強いのはどっちなんだ。さあやりにいく。さあ2段ジャンプ見せてましたね。さあ迷ったところ前に前に来る A4。さあ今なんか変な技が出てましたね。さあ弾きに行ったが、あーっと A4 が回している。いや前は変わんないです。さあ A4 残儀A4 残儀の方が強かった。さあ止まらず6連勝。さあ次はうねくんの、うねくんこれ龍はやばいよ、これやられちゃうんじゃない。大丈夫、あがいる、うねがいる。さあ残儀戦は大好き。さあ大好きな残儀戦で A4 を止められることができるのか。さあやばい開幕ない。さあここは A4 ミスった。さあこうなるとソニックがキス、体力をかなり削られそうな予感がする。さあ体力削ってもワンチャンで殺すのがザンギエフ。さあ夢を諦めずに、うわー怖え、あの台足。さあうまいっすねバックソバットタイプ。さあ相打ちでもあとはいい。オッケー、うねくんが止めれそうな気がする。危ないよ危ないよ、おーよく様溜めてたね今ね。さあバックソバットうまいですね。さあ前をちょっと取りたい。さあ
ソニック、これはラッキーですね。あっち行けあっち行け。さあここは大会し取れずに、あー危ない、あー死んだこれは。さあちょっと気の緩みからやりに行ってしまいましたね。さあそばっとそばっと、さあ飛びに対してね、一回間違えてしまうとやばい。さあ今のバックスバットうまいですね。さあさすがの A4 もきついのか、あっとそばっとそばっとそばっとぴょん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 している。さあなんと最後はパーフェクト。さあウネガエルが、A4 君を 6勝かな、 A4S ザンギが6勝でストップ。さあ次は友澤くん、さあ友澤くんの、さあトイレに行きたいと言っている今さらさあベガがいる。さあ最近なんかねベガの色適当なんですね友澤くんね誰だか分かんないですよ脳試合に入ってきて。さあ、トモザベガはガイル戦はお手の物ですね。さあ、ちゃんと受け身を取れ。さあ、ウネ君がちょっと硬い感じで守ってますね。さあ、これ、あーナイトミア、歩きナイトミア、思わずソニック打ってしまいましたね。さああっダブルよ、投げにはいかず、コアコアダブル2から投げ、さあカニからナイトメア、おサーマーで返せ、さあ投げる、おジャンプコパン、どうなる、さあ我慢我慢、あーソニック出ていたが出際潰されてしまいました。さあ友田ベガがウネガイルを倒して、さあ次は藤見大勢の師匠、師匠あフェイロン、師匠フェイロン、さあフェイロンベガ結構ねベガが難しいと思いますが、あフェイロン側のスキルもかなり求められる戦いではありますが、まあどうだろうね、ちょっとフェイロン有利なのかな、そんなことない、ベガ有利、なるほど 6.5、 ベガ 6.5 もあるそうです。さあここまでハードル上げといて負けるわけにはいかないと思うぞベガさあ師匠フェイロンどうなんでしょうか、たまにの時代やってるとこ見るとたまに使ってますけどね。あっとピヨってしまう。さあ友田ベガ寄ったら、まあ、体力6割ぐらいはねコンボで持ってけるんでね。さあ次は、田村さんですね。さあそうです、あの有名な田村さんです。さあこの赤いパンツは田村さん以外あんまり見かけないですね。さあプレッシャーに負けた感じでしたねあ、グンゼさんも赤かった。あ、武蔵小杉ジャンギの赤だと。さあしかし友田ベガはジャンギ戦結構やってますからね普段。さあカニカニ、さあ死ぬまでカニなのか。さあホバー逃げる、なんだあれはなんだあの逃げさあ取り返した。さあこれはザンギのターン、大キック、おー立ち大キックのスカリにスクリューですよ、すげえな。
さん歩いて投げて、あっとこれは噛み合う。さあ田村さんの残儀が処理。さあ次はエクスパーさんかな。さあ友田くんは2勝 ?3 勝 ?2 勝友田ベガが2勝でした。さあエクスパーさんの竜、さあおお大パン歩いて大キック、すごいなあの連携。さあっという間に田村さんが1本。さあ投げ角昇竜拳、あっとダブラリー相打ち。さあ前の詰め方がうまい。さあダブラリー、さあ昇竜拳、竜巻ブッパエクスパーさんっぽいムーブですね、あれはね。さあ、真空出ず、あっ、ジャンプ、ジャンプコキックでめくって立ち台パン。さあ、思わず田村さんが、なんだよ、それと。さあ、これはガード。さあ、チョップで落として。さあ、画面端。あの、竜巻ね。俺もたまにあの、残儀で、エクスパーさんでやるんですけど。ちょっとイラッとくるポイントですね、竜巻ね。あの頑張ってダブラリで落とそうとするとね、結構当たっちゃうんですよ、ね、なんと垂直高キックで田村残儀を殺す。いや田村さん苦笑い。さあ中島さんの、ガイル。さあまたしても竜巻、あしかしガイルに竜巻はよっぽどじゃないとなかなか当たるもんじゃないですね。だいたいこうやってやり過ごされて中パン小パン、まあサイドアッパーですかね。まあサマーもありますけど、サマーは結構危ないんでね。あーっとビッぴったり。さあまさかの真空フルヒット。さあエクスパーリュウが乗ってきているぞ。さあ中島がいるわ、なんとか対応して倒したいですね。さあどうなったかな。さあエクスパリュー体力が6割7割って言われてますが、ワンチャン進化体はひっくり返るかもしれない。さあ勝利拳、さあ受け攻めいかず、お真空フルヒット、またしても。さあ中島がいる、きついぞ。さあちょっと硬くなってるよな。さあ裏拳、ここは硬くガードしましたね今ね。あー竜巻。さあエクスパーリュウが2連勝。さあ次はハクさん、ハクさんのベガ、最近ベガをやり始めてますね。さあリュウベガちょっと難しいですよ。しかしさあカニ、あれは落とすの難しいですよね、ベガね。かなり早い判断が必要ですよ。真空ガード。さあ昇竜拳、さああの竜巻ね、あれは手出すと負けるやつです。さあめくり竜巻から、さあやり過ごして、さあなんだこのムーブは、あまり見たことがないムーブをしますね。さあ裏回ってしまって投げ、安いな投げだと、全
然減らないですね。2回投げてあれですからね。さあ竜巻何回出してた。チック離して、さあワンチャンプ側さあ竜巻旋風が投げ、さあもうエクスパームーブですねこれね。竜巻からさあ投げ化けだと思いますがアッパーになってましたね。さあエクスパーさんが3連勝で、さあ次はスー君のダルシムにカーソルが合っている。さあ顔色の悪いダルシム出てきましたよさあ水色の人間、さあダルシムステージがこれで終わってしまいますね。さあエクスパームーブがまたしも炸裂。さあ今のはちゃんと見えてましたね。さあ中ゴスから、さあエクスパーは真空を出したつもりが最後出てなかった。さあしかしエクスパーが押し切って、さあスーダルシムはちょっと距離を取ってみたいですね。そうですね、もう5パンで落とした。さあ中ゴス食らう。さあちょっと体力リードしてるのはエクスパー。さあこれお釣り、さあ投げない。さあちょっと怖がっているぞ。当たった、チョップ、スラスト出したところに昇竜拳。さあエクスパーが4連勝で、次がモッツさん、モッツさんのなんだろう、ブランカーかな。さあ持つブランカー、さあエクスパーが吠えているさあブランカ流難しいですね。これもブランカがかなり難しいですが、まとわりつけばワンチャンあります。さあ投げる、さあ今の中ゴスの重ねの間合いはね良かったですね。さあちゃんとガードします。さあ真空ないのに飛び込んでいくなんでしょうかあれは真空あればね分かりますけど。さあしゃがみ中パン、さあ1本目取ったのはエクスパー。さあ今のお釣り確定しなかったのかな、前がちょっと遠かった。さあ竜巻相打ちで、さあ真空パナしてくるぞ。はい来た、さあ昇竜拳、さあもっあ俺はいどうもウネガエルです、続きましてカワシムさんのザンギですね。さあエクスパーさんかなり絶好調な動きで凄まじい、なんかもう勢いが止まらないんですけれども、うわさすがにとがめていく、うわ波動が当たって真空ちょっと重ねての、しかしさあ落としてこの前わからん、ダブラリル当てる、うぅ落とすじわ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 としっかり我慢してちゃんと飛ばそうとしていきましたね。出際になんかやってくるっていうかなりエクスパーさんすごいすごいすごいですけども、さあ竜巻が当たる
ガキが当たるわ。ここまで X、 お、しかしこのタイルグリードなかなかきつい。さあダブラリで、さあ昇竜出る、真空で重ねられて KO といったところ。さあ最終ラウンド、なんとかこのエクスパーさんのムーブを止めていきたいが、投げられる、ダブラリでかわして、さあおびき寄せた、おっと、しかしこかして、なあ投げられず、この前怖い、カクカクしているうわ落として、この前はうえーかわす、しっかり落として、あーこの画面端の固めエクスパーさんを止めた。何連勝、5連勝、エクスパーさん5連勝重ねていきましたと。素晴らしい。さあ続きまして、千本さんの、X ホークですね。さあお互い投げて落とす、ガンガン落としていく、上が通らない。さあまず1本ザンギが取っていく。さあ続きましてラウンド2、さあ落として、こっからホーク回す、さあ画面端こかして、おっとレスラーが、さあガン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 前行っての、うわっしゃー出すか。さあなんだかんだで最終ラウンドに行きまして、さあ投げてしっかりリバーサル、うますぎる、重ねてこっから、あーさすがにきつい。さあカーシムさんこれで、2連勝ですね。続きまして、お破天荒さんの、複数竜ですね。さあ舞台はチュンリーステージになりまして、竜残儀も結構見るのが面白い試合なので楽しみですね。さあ台足をガード、さあ画面端当てる、リバース勝利しっかり出る、うおっと相打ち、まあなんとか画面端から抜け出したところだが、掴まれてやられてしまった。さあラウンド2、うお、まあとりあえず台足で動かして OK といった感じで、さあ画面端、さあなんだかんだでしっかりと、残儀の動きを高めている破天荒さんの竜ですが、さあ真空が溜まって台足を振ったが、さあ光ってる光ってる一気に体力を持ってかれて、さあここは厳しいですね。今のはしっかり回していた。続きまして、瀬尾さんの、瀬尾さんのベガ、さあベガザンギとりあえず、まあ落としていく。さあ足が足のリーチが長い。さあ掴んで、ひたすらブンブン足を振っている。さあこの前、うわーっとやらかした。
ったー。さあまずはベガが1本といったところ、さあ壊して重ねてダブルアリー、これは美味しい。上しっかり重ねて掴んで投げた、パーフェクトでございます。美しい。さあ最終ラウンド、うわー掴んで投げるさあまたブンブンしていくのが、そうですね、おっと吸った、あー痛い痛い、今のはお痛いが体力リード的にはまだ大丈夫ですね。さあしかし厳しい、弾が当たっている、うわーこかされてる、ダブラリで削り、瀬尾さんが止めた。さあトネピーさんの、スキャンですね。うわー最高クラッシャー、あんな距離から。さあ投げて投げ足お手玉つなげて、これはキャミー厳しい、3つも削った。さあカニで開幕、カニで飛ばされて、うわっとやばい、こっからキャミーの、おっとなんとかやり直していったところだが、画面端でいささかきつい、どうくぐって投げて大足大足大足、うわキャミーがきつい、あと一発で死ぬんじゃないのか、うわ分からなくなってきた、お互いどうする、分からない分からない分からない、ダブル、うー怖い、うおー死んでない、うおしっかり足元すくっていった。最終ラウンド、さあ重ねられてる、きついぞベガ、うわしっかり投げられて投げられて、うわいい勝負、あーっとやって、おくぐれくぐったんだ、キャミー厳しい、使ったー勝ったのは瀬尾さんのベガです。しかし結構緊迫した試合で、すごいビリで楽しかったですね。お次は、あやばい名前が見えない、ケンさんだです。お、さあ続きましてケンさんの、ガエルですね。さあベガガエル、これもなかなか、面白い試合なので楽しみです。ガエルはもうひたすらソニックソニックで飛ばして落とすといった感じなんですが、ベガも結構その機動力がやっぱ半端ないので、たまに落とすのがちょっと間に合わなくなったりとかするんですが、おっとしっかりこのベガのまとわりつきをなんか咎めてる感じはかなりあります。さあわからない、うわーっと投げてる、だーうおーサマーで切った、あぶー熱っ間に合わなかったか、ジャンプが早すぎる。さあベガのお手玉から始まって重ねられてく、しっかりガードするがあっという間に画面端に来てしまいました。さあこれが厳しい、ソニックを打ったら蹴りが飛んでくると、これはガイルきついな、この蹴りは結構ベガの美味しい距離なんで、うわー削られて死んだ瀬尾さんガイル戦かなりすごいですね、美しい。さあ
続きまして、ロードさんの、S サガットですね。さあ、ロードさんはベガ戦あんまり得意じゃないと言っておりましたが、果たしてどうなることやらっていった感じで、さあ、早速まとわりつかれている。お、投げて、ここ大事にしたいところ。さあ、投げられてまた画面端に行ってしまって、コンボ決められて、さあ、まずは1本といったところ。あっと、お、投げてる。さあ、痛いぞ。いやー、ぴょったよね。うわ、投げられて、これは恐ろしい。あの青パンを糸もたやすく。瀬尾さん、かなり順調に勝ちを重ねていっておりますね。さあ、A4 さんの X ザンギですね。さあ、ベガザンギ、ベガはもうひたすらもうブンブンと、足を振っていくと、さあ、ダブルリーが刺さって、落としてザンギ上が通らない。しっかり壊されて、ザンギ前に歩けない。どうする？上が通らない。さあ、通ったぞ。通ったけど、これ体力リードがもう半端ないですね。しっかり、あー、まあそうですね、まあ、まずは1本といったところ。おっと、投げて中断。うわっ、吸って、まあ、ここは一旦下がってまた足をブンブン振っていく。さあ、刺さったぞ。あそこ差し込むのすごいっすね。溶かして、中段は使って、さあ、ザンギこっからあるのか。お、重ねている。しっかり、この距離は遠いが、おーい、吸ったぞ。早すぎる。あれは見えない。さすがは A4X ザンギ。これではそうっすね、完璧に。おっと、掴んで、これは勝負は分からなくなってきました。さあ、ダブルが当たっている。投げている。あそこ中段当たらないっすね。いい感じにこのベガの足、長い足を完全にさばいていくが、と危ない。さあ、しっかりガードして、さあ、残り0ドット、どうなる。うわー、さあ、スパコンが刺さってしまった。さあ、これで、あ、さあ、A4 さんの S ザンギが6勝、エクスパンさんの X 竜が5勝で、瀬尾さんのベガが、5勝ですね。ってことは、こっから瀬尾さんがどこまでなんか勝ちを進んでいくかみたいな流れになってるのかな。おっつ、これはダブル。さあ、
セロテープさんのジャンキー。いやー上通したいっすねこれ。うわっ、ほかして画面端きつい。さあダブラリー、この距離は美味しい。とりあえずダメージは取り返しに行ったところ、しゃあ後ろ上が通ってなんとかっていった感じでこれであ、ファイナルラウンド。さあ序盤でかなりダメージが取られているぞ。さあここからしっかり重ねて互角といったところ、体力リードして投げてしっかりバニシングで止めたってことはエクスパーさんと瀬尾さんで、準決勝ですね。F4 さんの S ザンギが6ウィンで、瀬尾さんとエクスパーさんがそれぞれ、2人とも5ウィンですので、準決勝が、行われます。はい6ウィン分かんない、もしよそのまま読んじゃった。さあそれでは準決勝行ってみましょう。準決勝のルールって何でしたっけ。一先、あ、そうか、一先がなんと残酷な一先で決まってしまうという、そういえば一先でしたねさあリュウベガは結構いい勝負だと思うんですけど、おっ、コパンで落として、コパンで落として投げて KO で、まずは1本ベガが取っていく。さあ開幕バックジャンプ安定ですね。さあ重ねられて痛いよこれは。エクスパーさんどうする。あー昇竜がスカル、勝ったのは瀬尾さんのベガ。これで、これより決勝戦が始まりますと。決勝戦は3先。さあ S ザンギと、X ベガの3先僕分かんないんですけどこれどういう試合なんですか。川島さんが解説。はい、どうも川島です、はい、よろしくお願いします。お願いします。これはどういう試合になるんですか。これはですね、あのベガーはカニですね。とにかくやっぱカニですか。カニ、あんまり S ザンギとやることは、 S ザンギはなんかね、ダブラリがちょっと強いらしいです。判定が、あ、判定が強い、うん、で、あとあれがない、バニシングがない。あ、バニシングからあのスクリューが化けることがないんでね、あ、ミスが少なくなる。まあ、それぐらいだと思います。おぉ、うめぇな今の。しっかりガードして瀬尾くんのね、命がけのホバーがガードされてしまいました。ガードされてましたね。おぉ、ダブラリから、さあ画面端まとまりつかれている。おっと、しかし割ってみたはいいもののダメージはだいぶ取られてしまった。
あーなんとかね、こっからカニで体力を削っていって、ね、あでもいい、かなり減りましたね、やっぱり小足だよ。さあ、このザンギフ他のザンギとはちょっと違うぞ、立ち回りが。どういったところが違うんですか。例えば、さっき俺、瀬尾くんでやってましたけど、はい、しゃがみこパンとかやってましたけど、全くやんないですね、エフホークね。あ、やらないですか。しゃがみこパンやんないですよ。あ、でもほとんどやんないですね。まあ、たまにやるかもしれないですけど。さあ、スクリュースクリュー決めますね。決める。さあ、うまい。しっかり今のは多分、逃げれなかったのかな。さあ、カーニー、シューキック。これ、投げ回りってどうなんですか。 S と X ってなんか違うんですか。投げ回りは変わんない、ね、変わらない。うわ、ウェアトールが投げている。さあ、しっかり重ねて、なんとしゃがみ中キックを重ねていく。これには A4 も悶絶しましたね。今どうですか。あれはびっくりしますね。あれまさかの行動ですね。さあ、ダブラリ当たって、この距離は投げられる。うわ、さあ、刻みをちょっとミスってしまった。ぐる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 回しましたね。落とされて、おお、弾け、使い始めた。なるほど。さあ、カニがやっぱり A4 くんでもきついのかな。スクリュー見えないっすな。さあ、あのホバーがね、ほんと命がけなんでね、そうですね。手がもう、さあ、中盤で、あっ、タブラリー、あー、死んだ。恐ろしい。ワンちゃんめくりね、狙いに行ったんですが、中キックを深めにめくりに行くベガのあれ、あのめくりはね、結構リスクがあるんでね。あー、リスキー。高めの表当ての裏落ちのジャンプ大キックめくりとかはほとんどリスクないんですけど、中継は、中継の深めに行くとね、ちょっとダブラリと噛み合う可能性がかなりあります。あ、S はダブラリで返せるんだじゃん。なるほど。 S はダブラリで返せる。なんかちょっとね、ダブラリ回ってる時の存在判定が違うらしいです、 X 残機とは。あ、そうなんですか。はい、この体力はこれでもナイトミアある、ある、逃げれたけど、おっと、逆にスクリュー出てしまう。さあ、セオペガはカニで落として、トモザキック、アタッシュキック。さあ、すごいプレッシャーの中、ジャンプ大キックを当てていく。すごい、凄まじい集中力、すごいですね。あれ、ガードされたら死んでますか。さあ、ダブラリダブラリ、隙が少ないという。この前怖いっすね。あれにホバーを刺すのはかなり難しい。おお、投げ返した。暗い投げ返しですね、今。すごいっすね、これ。あ、もう、うん、やっぱりね、カニですね。最後はホバー、決死のホバーが当たりましたね。ホバー当たりましたね。さあ、これで瀬尾くんが1本取り返して2対1。本当にこのゲームは立ち回りなんだろうね。2-1だよ。 2-1? あ、そうですね、今2-1です。 2-1 須崎の A4 さんが2取ってますね。そうですね。瀬尾さんが1。あの、ぐるぐる回ってるところに、あー、カニ入った。ベガは当てに行きたいんですけどね、当てに行っちゃうとやってダブラリに当たってしまう。お互いだから、なんかすごい、もう当たんない前でブンブン振ってるもん。うわー、ガードしてた。あっ、ワッツッツ、あの技は先ほどとどめを刺したタチコパン透かしからのスクリュー。コバ中段が当たった、分かんなくなった。さあ、お互いに、あっ、なんでホバーをガードしてるんだ。通らないホバーが。一瞬ダブラリのモーションに見えたんですかね。あの、ベガのしゃがみ中キックがね、ほんと短いんですよ。だからホバーしかないんですよね、ダブラリで回ってるところに。ああ、そうなんですね。よっぽど近いところで、あれ、今当たんなかったですね、しゃがみ中キック。あんな短いんだ。しかし体力リードをしっかり取っている。落として、あとは、あとは、うわ、オーバーが当たる。相打ちでもいい。おう、中キック、しっかり固めていきましたね。
さあやはりカニですね、もうカニカニカニ命ですねなんだ今のは、お互いに神髄投げが神髄投げをやりに行くと見せかけて今しゃがんで、うん、しゃがんで待ってたのかな、セオ君は何か大技を仕掛けようとしてましたね。さあやばい、やっさあ A4 A4S 残儀が優勝、おめでとうございます。おめでとうございます。では、優勝者から一言コメントどうぞ。あ、どうも A4 です。ですね、最後の試合なんですけど、はい、スーパーザンギ対 XB があんまりやったことなかったんですけど、あ、そう、ミドルキックにミドルキックに全ての技が返されまして、ダブラリしかないってことで あれをなんか出すか出さないかみたいなゲームにして、なんとか運で勝ちました。そうですね、ひたすら回り続けてました結構フォワーキックガードしてスクリューは結構練習したので、まあ、その練習が成果が出てよかったと思います。素晴らしいですね。いやでも本当熱い試合でした、まあ、最終的にやっぱりうねくんが最強ですそんなことないです。いいにそんなことないです。ありがとうございました。ありがとうございましたってことで、四季の細道何回第78回四季の細道のインテ終了させていただきます。お疲れ様でした。ウネガエルでした。ありがとうございました。お疲れ様でした。
Thank you.
ああ、はい、ということで、23時過ぎましたので、この試合最後に、今日の配信は終了したいと思います。よろしくお願いいたします。ということで、今週も、夜遅くまでありがとうございました。また来週もよろしくお願いいたします。では失礼いたします。